皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日紹介させていただくのはこちらでございます。新興調整法仮面ライダー電王プラットフォームでございます。はい、まさかのね、電王プラットフォーム商品化でございます。意外にね、あの SH フィギュアーツでは通常版はプラットフォーム出ていなかったので、初のフィギュアーツ立体化ということで、なかなかねプラットフォーム逃げたりね、あのあんまり立つシーンは一度もないぐらいなんですが、やっぱりね、あの涼太郎ね、初めて変身したフォームということで、こちらの商品化はね、電王シリーズで飾る上でこのプラットフォームはねあった方が嬉しいので、商品化すごく嬉しかったです。はい、ということでね、しっかり商品紹介していきたいなと思います。まずパッケージの紹介です。まずはプラットフォーム正面映っている前の面ですね、魂クオリティシールも貼っております。上と下は SH フィギュアーツ書いてますね。横は電話プラットフォーム、そして後ろが説明書きとなっております。なんともね、弱な感じのポージングを撮ってくださいと言わんばかりの写真ですね。はい、パッケージの方このようになっております。それでは中身の方開けて、しっかり本体そして内容物見ていきたいなと思います。仮面ライダーはいつだってどんな時だって君のそばにいる。お前を止められるのはただ一人、俺だ。はっ。そしてこの俺も。ライダーファイト。大丈夫、この調子で頑張ろう。今日のお前に最適なネタはこれだ。この動画はチャンネルライダーヒロの提供でお送りします。はい、中身の方開けさせていただきました。それでは内容物一覧紹介していきたいと思います。まずは取扱説明書、そして手首の方は、両太のね、うわーってなってる時だったり、ふーっていう感じの、この、ちょっと怯えてる感じの手首。こちらの表情パーツついております。プラットフォームにしか使えませんね。そして、こちらの方ね、本来は、開き手、通常の開き手ついておりますが、こちらね、ちょっと握れて入れさせていただいております。で、電化車もそれぞれ一つついております。そして、こちら。プラットフォームね、ソードフォーム、ガンフォームセット、SHP やつ、進行調整法ですね。こちらの方の余ったパーツをね、使ってフォームチェンジできるように、ソードフォーム、ガンフォーム用の乾燥の胸パーツ、こちらついております。これを使うことで、ソードフォーム、ガンフォームに変身させてくださいってことですね。いやー、進行調電話シリーズなかなか面白い試みをね、してますよね。そして、ちょっとね、もう完成させてるんですが、こちらが本体でございます。はい、電話プラットフォームでございます。なかなかね、このひ弱な感じ、しっかり進行調整法を再現しております。高岩さんのね、体格がすごくいいので、ひ弱なポーズをね、取らせる技術、こちらね、なかなか試されるのではないでしょうか。ということでね、本体紹介していきたいなと思います。まずはマスク。初立体化なので、意外と新規造形なんですよね。こちらしっかりカラーリングも再現できております。そしてアーマー部分。はい、こちらもね、新規造形になってるはずなので、あまりアーマーがついていない、このねっきりとした、ボディとなっております。で、肩の部分も何もないのでこのようになっておりますね。はい、開き手首、そして電化車もしっかり取り付け済みでございます。で、プラットフォーム用の電話ベルト、透明ですね、こちら再現しております。太もも部分もプラットフォームなので黒ですね。そして足の部分もシルバー、しっかり綺麗に再現されております。こちらのね、白の塗装部分、こちらの塗り焼きもしっかりできております。足の裏のモールドもしっかりできております。さすが進行調整法ですね。はい。ということでね、一応、電話プラットフォーム一覧説明させていただきました。非常にね、スッキリとしたボディでね、デザインのライダーなので、今回の方はね、非常に早く終わってしまいましたが、写真の方もね、プラットフォームなので、やられるシーンというか、ちょっとね、勝ってるシーンはないんですが、ポージングなどの参考になるような、写真をね、お見せできたらなと思っております。それでは、ゆっくりお楽しみください。どうぞ。
はい、ということで、プラットフォームいかがだったでしょうか。ですね、なかなかね、負けるというか、へっぴり腰な感じのポーチング取るっていうのね、皆さんなかなか経験ないと思うんで、難しいかななんて。私もね、なかなかこう、プラットフォームのフィギュアっていうのは装着変身で一回持ってたきりぐらいだったと思うんで、思ったより大変ですよね。まあ、やっぱり電話を1年間リアルタイムで見てきた自分なので、登れているわけではないですが、まあ、ポージングはしっかりできたかななんて思っております。もちろんこのプラットフォーム、乾燥ギミックがついているので、ソードフォーム、ガンフォーム、こちらの方ね、アーマーつけることで変身させることができますが、なんとこのプラットフォームね、武器持ち手がついていないので、アーマーね、乾燥させても、武器を持ったね、ポージングさせることができないんです。っていうことなんでね、乾燥させた場合は、連合者はね、あくまで腰につけた状態のまんまでね、ソードフォームだったら俺参上だったり、で、ガンフォームだったら答えは聞いてないみたいなポーズ、取らしたりするのが一番ベストなのかななんて思います。もちろんね、乾燥の際ちょっとやっぱ太もものパーツがポロポロ落ちやすいので、その点注意してみてください。電話シリーズね、進行調整法、このね、ソードフォーム、ガンフォーム、そして今回のプラットフォーム、その後には桃太郎スイマジン一般販売で控えておりますね。これ以降でね、電話シリーズのね、部品情報はまだ来ていないのですが、今後はやっぱりね、ソードフォーム、ガンフォーム来たんで、テロノス、ここ出してほしいですよね。いやー、今後のね、商品展開、電話シリーズ非常に期待しております。非常にいいもの作ってくださると思って、期待していますので、それをね、期待しつつ、本日の動画はここまでとさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。